お疲れ様です。初春の食事処。今回はアジと梅と大葉とを作っていきます。魚をさばくシーンがあるので苦手な方は注意してください。まずゼイゴと呼ばれる尻尾のところからですね、あるものを包丁で取っていきます。指切らないようにさばくときは気をつけてってください。スーッと滑るように切れると思います。両方あるので反対側も同じように切っていきます。それが終わったらヒレの部分をこう指で持ち上げて頭を落としていきます。これ反対側のヒレに当たってしまってうまく切れなくて、反対側からももう一回包丁を入れてますね。モザイク一切かかってないので本当に苦手な人は注意してください。ここに肛門があるので、ここから包丁をまた入れてさばいていきます。開いたら包丁の背で内臓を取り出して水で洗い流していきます。あとは同じことを繰り返していきます。食べたい分だけ味をさばいていきます。早送りでお送りしています。ちょっとスローで、ここからまたスローじゃないですね、いつも通りのスピードでいきます。中骨に包丁を沿わせながらっていうんですかね、さばいていきます。骨に当たりすぎると多分包丁の刃が悪くなるので気をつけながらお願いします。この尻尾のところ苦手なんですよね。ちぎれちゃいました。反対側も同じように骨に沿ってさばいていきます。最初よりも多分厚みが薄くなってるので、こっちの方が私はやりづらかったです。あと手だけは気をつけてやってください。見事に魚に翻弄されながらさばいております。なかなか切れないですね。あ、これもちょっとブチッと切れちゃいました。ちょっとボロボロですね、1匹目が。こんな感じで3枚におろしていきます。ここからまた早送りで、こう反対側が透けるような感じになるといいのかなと思います。ここからアップでもう一回やります。背骨に包丁を当てながら、こんな感じで進んでいきます。多分魚をこう強く触りすぎると良くないとか、なんか水で洗いすぎると良くないとかいろいろあるとは思うんですけど、まあ、とりあえず毛がなく、なるべく磨き綺麗にというか多く取れるようにさばいていってます。この最後の尻尾のところ本当にちょっと苦手なんですよね。こううまいさばき方があったら教えてほしいです。で、同じようにこれ反対側ももう一回やっていきます。この骨のところに包丁を最初入れてスーッと開いていきます。開く、さばいていきます。決してさばくのがうまくはないのに、なんで動画にしてるんだろうって
思いながら作ってるんですけど、まあ、こんな感じでも頑張れば騒げるよっていう動画です。3、4回目なのかな、サバをさばくのが。サバじゃなかった、アジをさばくのがです。学生の頃に調理実習か何かでアジをさばかないといけなくて、イワシだったかな、なんか魚をさばかないといけなくて、全然うまくさばけなくて、調理実習終わった後に家で練習した記憶がありますね。はい、じゃあアジは小骨ピンセットで取ってから塩振っといてください。で、あとは大葉ですね。もう食べたい分だけ、使いたい分だけ、こう細かく刻んでいただいて、この後梅と混ぜるのでちょっと細かめに刻んどきます。で、梅干しの種を外したら包丁の背でトン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 と叩いていきます。ある程度叩いたら大葉を混ぜて、また叩いていきます。混ぜながら叩くっていう感じですね。これアジ焼き終わったら上に乗っけます。アジ焼く前にオリーブオイルだけ垂らしていただいて、最初は皮の部分が下になるようにバーッと並べていきます。で、火をつけていただいて、色が変わってきたら反対側にひっくり返していきます。で、身が結構ホロホロっとしてしまうことがあるので、優しくひっくり返していただけるといいかなと思います。何回かですね、ちょっと皮の方を下にしたり、身の方を下にしたりしながら焼いていって、全体に火が通ったなと思ったら、もうお皿の上にあげていっちゃいます。で、この後盛り付けをしていただければ完成になります。こんな感じになりました。夏にこれ作ったんですけど、食欲がなくても食べれますね。ただ私これ骨を取り忘れてたので、すっごい食べづらかったんで、皆さんは取り忘れないようにお願いします。